不安で、たけちゃん。ゆみちゃん。さあ、今回のご質問は、博多のうどんが一番さんからです。ありがとうございます。いやー、これね、僕これ見たときね、実はね、結構こう、サヌキ人に対してはなかなか喧嘩打ってきたなっていう感じはあるんですが、あるんですがよ。これね、実はね、あのタモリさんが博多出身なんですけど、うんはい、博多のうどんは日本で一番美味しいと、まあ、テレビでも言ってたぐらいなんですよ。ぐらいですか。多分すごい美味しいんかなと思った反面、もしかするとこの方タモリさんじゃないかと。多分タモリさんだ。だから多分直接タモリって書いたら、タモリさんゴルフする、タモリって言ったら多分バレるから、うん、博多のだからあえてちょっとこうふっかけてきて、あとでも遠回しに俺はタモリだよって多分。いやいや、だからありがとうございます。なんかもうそうだ、次からタモリでお願いしますね。あ、もう本名森田でもいいですよ。ありがとうございます。本当すいません、大御所からも来ましたね。今日もね、絶好調です。妄想パワーが。はい、では参ります。はい、いつも楽しく拝見しています。はい、振動数の塊たけちゃんに質問です。ありがとうございます。東方、ヘッドスピード約42です。ドライバーはエピックスピード天性ホワイト 1K50-S 45.25 インチを使っています。振動数的にはオーバースペックですが、まっすぐ飛び左右の暴れが少ないのですが、ヘッドスピード的には 50R になると思います。うん、50R も持っていますが捕まりすぎたりします。またキャリーの飛距離はあまり変わらないので 50S を使っても50S を使った方が良いのでしょうか。うんうん、それとも適正の 50R を使った方が良いのでしょうか。ご教授お願いします、とこのことです。トムさんゴルフするよね。しかもまた天性ホワイト案件でやっぱりなんか大御所って感じやね。なんか嬉しい、誰だよ。なるほど。いやもうね、そんな僕なんか答えていいんかな。いいよ。いいんですか。じゃあ答え。うん、いや、まずね、天性ホワイト 1K のその50の S と50の R で多分悩まれてるってことなんですけども、はいはい、タモリさんのヘッドスピードが40だいたい名前違って、名前が変わってる。タモリさん、タモリさんどんが一番ヘッドスピードがだいたい42ってことなので、はい、まあ正直言うと確かに50の S の振動数がだいたいホワイト 1K は262ぐらいなんですよ。で、50の R が大体250、の前半なんで、ヘッドスピード的に本当のこと言えば S と R の間なんです。まあ、S だと確かにちょっと硬いなと思う反面、 R だともうちょっと、これもその技量、力量にもよるんですけど、もうちょっと固めてもいいなと思うんで、本当に僕がじゃあどこまでベストにする、僕はもしタモリさんのクラブをセッティングさせてもらうとしたら R をチップカットして、何謝っちゃうよ、熱心にしよう。R をチップカットして SR チックにする調整して、実際打ってもらおうかなと思うんですけど、ただ S か R かっていう選択肢で言えば、実際その S の方が曲がりも少ないっていうのは確かかもしれないですし、そこで実際球が上がらないとかキャリーが出ないってことやったら、ちょっと R も検討してみてもいいのかなとは思うんですけど、実際そんなキャリーも変わらんで S の方が安定してるってことやったら、無理に R を使う必要はないですよね。なるほどね。その多分タモリさんは別にご自身で適正は 50R って言ってますけど、何をもってっていうとこなんで、確かに別に僕やったら、これあくまでもヘッドスピードからしか見てないんで、そのいろんな要素で考えるんで、僕もヘッドスピードだけではないんですけど、だいたい42ぐらいやったら、S と R のちょうど間ぐらいを作ってもいいかなと思うので、そういう意味では R のチップカットっていうのが一番適正になるかなと思うんです。思うんですけど、そこはもう今 S か R でキャリーの飛距離が変わらないやったら 50S でまっすぐ飛んでる方が絶対いいので、そこはもう自信持ってタモリさんやってくれたらいいと思います。はい、僕本当ブラタモリとか応援してるんで、今後も続けて頑張ってください。もう完全に変わっちゃったね。たまに香川県も来ていただいてありがとうございます。なんかすいません、なんかもっと取り上げてください。だからだから動画出てくれませんか。違うと思うけどね。いや、分からない、可能性がゼロかって言ったら、なかなかこう、俺がほら讃岐人で、博多のうどんが一番って、これなかなか一般の方やったら結構挑発的なことです。でも、タモリさんも実はそのブラタモリで博多のうどんが一番美味しいって言ってたんで、もうこれはもうね、
タモリさんです。よく覚えてたな、そこの場面ね。あで確かに、だからちょうど間かもしれないってことだね。あ、うどんが？うどんじゃない。うどんはちょっと置いてて、うどんはね、あの香川が結構腰があって、博多とかすごいちょっと腰がないらしいですよ。だからちょうど間ぐらいが美味しいかもしれないなっていう話なんですよ、要は。そういうことじゃなくて、じゃなくて、ちょっと真面目にどうぞ。じゃあちょっと戻してますけど、はいはい、まあ、スペック的には、40ヘッドスピード42だったらちょうど中間かもしれない。そう、SR チップ仕上げてもいいかなと思うんです。で、もう本当にぴったしにするんだったらその SR っていうのをたけちゃんおすすめする、うん、R をチップ、チップだから SR っていうフレックスがないので、だから R をもうチップカットするしかないです。チップカットするしかないですね、うん、あ、じゃあ先の方をカットするんですね。そうです、はい、もしかするとそのね、開放的なゴルフ場の方がしっかり振れるっていう場合もあるかもしれない。ありますし、やっぱ硬い方が人間頑張って振ろうっていうのはあって、ヘッドスピードが上がる可能性もあるので、うん、その S か R かっていう迷いで言ったら絶対僕はもうこのタモリさん S でいいと思いますよ。はい、タモリさん、はい、タモリさん、博多のうどんが一番さん、改めタモリさん、改めタモリさん、もうとうとうゆみちゃんも俺だな、もうこいつには無理やと思ったな。すいません、勝手に名前を変えてしまいましたが、はい、ね、もしドンピシャをもう極めようということであれば、お持ちの R をね、チップカットして、うん、SR のよう寄せていくっていうのも一つの手じゃないかなということです。そうですね、はい、はい、所さんなんかできそうですよね。そういうなんかちょっと所さんの電話して DIY みたいな感じでチップカットしていただいてもいいかな。なんか大御所同士でね、やっていってもらって、うん、でもしまあどうしてもあの無理やってたらうち来てくれて大丈夫です。動画出てください。もうね、ということで、はい、博多のうどんが一番さん、AKA タモリさん、ご参考になりましたでしょうか。はい、それではサンデータケちゃん、ゆみちゃん、また来週。とうとうゆみちゃんが折れた日。チャンネル登録、高評価で、タケちゃん、ゆみちゃん、動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。